ミネベアミツミレディスが北海道。マコマナイ CC 空沼 C で開幕。ベテラン菊池エリカが寝坊エピソードを告白。安部美優がインタビューを担当。菊池はスタートには間に合ったが、スコアが良くないと自虐的に語る。毎日が必死だから寝坊しないように頑張ります。と後半戦への抱負を語った。日本女子プロゴルフ協会公式インスタグラムで公開された映像。 プロゴルファーの過酷さが垣間見えるエピソードに、ファンからは、早起きさん。00は何時に寝るんでしょう。5時17分。なんだかリアルですね。早寝早寝。などと誰でも焦るであろう経験に共感の声も上がっていた。The NSWER 編集部